今日は千葉店で3本が見れる場所を紹介したいと思います。場所は千葉県の南房総市になります。まずこの場所の基本情報なんですけど、砂浜が広がるエリアと岩礁があるエリアに分かれてます。で、トイレなんですけど、綺麗とは言えないんですけど、公衆トイレがあるのがありがたいポイントになります。ただ、シャワーとかはないので、そこは、おのおのなんとかしてくださいって感じです。で、全体的にはこんな感じですね。この日は、大潮に近い日の干潮時間帯になります。干潮なので、砂浜側も、岩礁がかなり露出してますね。とりあえず、この岩礁を歩いて、奥に見える島に向かってみたいと思います。なんかここで岩礁と見えてますね。海はなんか濁って見えますね。あ、やっぱ濁ってますね。まあでも、千葉の砂浜は大体どこもこんな感じですね。島の方に行けば割と綺麗なんじゃないかなと思いますね。一旦ビーチを歩いて、島の岩礁付近まで歩いてきました。泳いでもよかったんですけど、視界が悪いところで泳ぐの苦手なんですよね。クラゲとか怖いじゃないですか。こう見えて結構臆病なんですよね。で、先端の方まで来ました。割と綺麗じゃないですか。同じエリア内でも透明度って結構差があるんですよね。とりあえずここから泳いでみようと思います。潜ってすぐにもうサンゴありますね。あんま詳しくないんですけど、ソフトコーラルのタイプのサンゴですよね。このサンゴはかなりいっぱいありました。綺麗ですけど、どっちかというとハワードコーラルのサンゴが好きなオイラです。島まではまだ結構距離がありますね。ちゃっちゃと泳いでいきます。この辺は透明度がいい感じですね。白いサンゴが映えてますね。と、ここで硬いタイプのサンゴがありますね。沖縄以外で見るのは初めてだったのでテンション上がりますね。なんだろう、沖縄に行かなきゃ見れないものが千葉で見られるってめっちゃ得だと思うんですよね。だって夏休みだと沖縄とか高いじゃないですか。それがラソリン代だけかければ見られるんですよ。行ってみればタダでディズニーランドに入れるようなもんなんですよね。あんまり魚はいなかったんですけど、大きな貝はありましたね。これ何の貝ですかね。かなり大きいですね。なんか漁業権とかあったら嫌なんでリリースしません。っていうかおいら貝よく当たるんで普通に取って食べたいとか思わないんですけどね。このサンゴの量本当沖縄ですよね。温暖化でサンゴ増えてるらしいですけど、これもそうなんですかね。詳しい人いたら教えてほしいですね。そうこうしているうちに島に着いたので上陸してきます。高いところから見る海って綺麗ですよね。でもさすがにこれ以上は登れないんですね。飛び込みたくなるけど、残念ながらもうそこまで若くないんですよ。一応島の裏側も泳いでおきます。タカの肌合いですね。島の近くは魚が割れてました。透明度もかなり良かったなんですけど、画質が若干良くないですね。ゴンプロがなんか縦撮りになってたんですよね。それを横に引き伸ばしてるので画質が悪くなっちゃってます。ゴンプロの縦撮り機能とか誰得なんですかね。ほんとやめてほしいです。ハコフグもいましたね。かわいいですね。漁協、今回の動画はここまでですね。このポイントはビーチも磯も島もあって、大人も子供も楽しめますね。干潮時ならそこまで、深いところも少ないので初心者向けと言えますね。何よりビーチ近くで綺麗なサンゴが見るのはとてもいいんじゃないかなと思います。参考になったらチャンネル登録してくださいね。